ベニコジカビは、市場菌の一種である。この菌に代表されるメナスカス属で、澱粉質食品を発酵させたものをベニコジと呼び、古くから、中国や台湾及び沖縄において、クレナイ酒や、豆腐用などの発酵食品に利用されている。1979年、日本の遠藤明アキラによって、エムラバー、エムピロッサス、エムピュービゴラスなど、 一部のメナスカス属の菌種が生産する物質が血清コレステロール効果作用を示すことが示され、モナコリン系と名付けられた。このモナコリン系は海外で医薬品として血清コレステロール効果薬として認められているロバスタチンと同一のものである。また、ベニコージは生成物としてギャバも多く含んでおり、血圧効果作用を持つことから、 健康食品としても注目を集めている。しかし、この菌と共に用いられる菌炎種の m アンカは、シトリニンという動物に対し毒性を有する物質を生産しており、シトリニンが製品に極微量ではあるが混入していることを懸念する声もある。このため、シトリニンを生産しないこれらの菌の選抜が行われている。メナスカス族が生産する赤色色素は古くから、 天然の着色料として利用されている。主要成分はアンカフラビン及びモナスコリブリンなどのブテノリドで、現在では主にかまぼこなどのネギ製品などに用いられている。ありがとうございます。